もう始めちゃった先に1分残ってました。あ、大丈夫です。1分も残ってました。あ、そうなんだ。しめみさん、今週もよろしくお願いします。今日すごい今日が当たってて眩しいんですよ。すごい。今日はマナミンさんがミキさん、はい、DJ やってくれます。お願いします。ハローエビワン、本日も始まりましたムービング沖縄引越センタープレゼンツムービングウェーブ DJ のまこです。 How's going everyone? 皆様いかがお過ごしでしょうか。 FM ギノワンキーステーションにて金曜日の夕方6時から7時まで、それから日曜日の夜8時から9時まで、 FM コザにて金曜日の夜8時から9時まで、 FM那覇にて土曜日の夜7時から8時の時間にて3曲ネットでお聞きいただけます。この番組ではですね、素敵な洋楽をリスナーの皆様とシェアしていく音楽番組です。番組中のシェアムービングミュージックのコーナーではリスナーの皆様の思い出の洋楽とその楽曲にまつわるエピソードを募集していますので、リクエストお待ちしております。番組の感想やメッセージも同時にお待ちしております。メールアドレスは 797@fmginowan.com です。 797@fmginowan.com までよろしくお願いいたします。また FM ギノワンではユーストリームツイキャスで映像と音声をネット配信しています。 FM ギノワンのホームページからお楽しみください。また同時にツイッターも連動しています。本日もたくさんのツイートをお待ちしております。スマホでお聞きのリスナーの皆様は無料アプリリスンラジオで聞くことができます。全国のラジオ放送から FM 技能をクリックしていただくとお聞きいただくことができますので、どうぞこちらもよろしくお願いいたします。はい、改めましてこんばんは。今回はですね、第61回目の放送です。今ツイッターでですね、大塚健二さんがこんばんは、すごい久しぶり感ですといただいたんですが、そうなんで、先週はちょっと再放送でお届けしたので、生放送はですね2週間ぶりなので、皆様いかがお過ごしでしょうか。もうですね、今日の放送で8月が最後ということで、もうですね、秋も間もなくという感じになってきているんですが、まだまだですね、全国的にも暑い日が続いているんですよね。沖縄でも今日もですね、すごく暑かったので、多分33度から 5度ぐらいは体感的にあったので、まだまだ暑い日が続くと思うんですよね。朝はですね、最近沖縄も少し寒くなってきているという感じがするんですが、もうちょっとですね、暑さは続くと思いますので、皆様ですね、体調管理にはお気をつけくださいね。こういうですね、季節の変わり目がですね、すごく体調を崩しやすかったりですね、夏の暑さの疲れがですね、どっと出やすい時期なので、ぜひですね、お体にはご自愛いただけたらなと思います。今日はですね、今日この FM ギノワンのスタジオから本日はお届けしているんですが、このスタジオに来る前にですね、私個人的に毎日ブラックコーヒーをたくさん飲むんですが、今日ですね、その来る前にちょっと急いでいて、ちょっとコーヒーをですね、 T シャツに少しちょっとこぼしちゃったんですよね。ツイキャス見てる方ちょっとわかるかな、ちょっとあの T シャツの真ん中にシミになっていて、ちょっとですね、ちょっと落ち込んでいるんですが、やっぱ今日よりによってですね、白い T シャツを着ていて、この夏ですね、一番のお気に入りの T シャツで、週に2回ぐらい着て、このヤシの木がついてるすごくかわいい T シャツをちょっとお気に入りでマイブームで履いているんですが、そのですね、お気に入りのシャツに今日ですね、コーヒーをこぼしてしまって、すごくですね、気持ちがダウンしながら少しスタジオに入ってきたんですが、やっぱお気に入りのですね、シャツにコーヒーをこぼした時の何とも言えない今ですね、悲しさで今包まれているんですが、でも2週間ぶりに皆様と1時間過ごせるということで、今週はですね、楽しみ、ちょっと気分を上げて楽しんでいこうかなと思います。
でも日常でですね、誰のせいでもないけどちょっとやるせない気持ちになる瞬間ってありますよね。特に夏場だと、女性の方だとポーチにですね、多分リップスティックとか入ってると思うんですが、結構リップって熱で溶けやすいんですよ。なのでポーチの中が溶けてですね、ベタベタになったりとか、たまに蓋が閉まっているペットボトルを飲んでしまいそうになったりとか、ちょっとその些細なことなんですが、ちょっと落ち込む時ってありますよね。でもそんな小さなことだと落ち込んでられないなと思いながら、今日はですねスタジオに入ってきました。今週はですね、テーマは決めずにお届けしようかなと思っているんですが、個人的にですね、今週ハマっている映画のですね、サウンドトラックからちょっと数曲と、ちょっと60年代とか80年代のディスコソングとかも混ぜながらですね、選曲してまいりました。ですね、今日ですね、オープニングで皆様とちょっとお聞きしたいことがあって、皆さん映画を見るときってどういう媒体で見ているのかなと、ちょっと質問したくてですね、最近はネットでストリーミングのですね、配信のサイトとか、例えば Hulu とかですね、Netflix とか Amazon プライムとか、いろいろなサイトがあるので、いろいろ媒体がありますよね。なので自分の時間、好きな時間にですね、映画を楽しみやすくはなっていると思うんですが、でもちろん映画館で映画を見てという方もいらっしゃると思いますし、 DVD を借りてデスクを入れて見るという派の方もいらっしゃると思うんですが、いろいろあると思うんですが、私個人的に学生時代ですね、すごく映画が大好きで、特に映画館で映画を見るということにすごくハマっていて、特にですね、ちょっと留学していた時は唯一の楽しみが映画館で映画を見ること、唯一の楽しみというとあれなんですが、すごく楽しみで、よく趣味でですね、映画を見ていたんですが、すごく映画館のですね、雰囲気がすごく好きなんですよね。ポップコーンの匂いとか、すごくテンションが個人的に上がるんですが、でもですね、最近はすごく忙しくて、日々あんまりこの映画館とかに足を運んでまで映画をですね、見る機会が少なくなってきていて、個人的にはネットフリックスとかでですね、映画を見ることが多くなってきているんですが、今の時代はですね、映画一つを撮ってもですね、媒体とかツールのですね、選択肢がですね、増えて、楽しみ方も多様になってきているんじゃないかなと思います。今週はですね、私がこの個人的にハマっているネットフリックスのオリジナルの映画のですね、サウンドトラックをメインにちょっと選曲してきたので、結構私映画に影響されることが多くてですね、音楽に関してもそうで、ファッションとかもそうですし、そういう言語とかのこれを学びたいなというのも結構映画にちょっとすごく影響されてきたというバックグラウンドがあるので、皆様はどういうふうに映画と接しているのかなと思ってですね、今皆様どういうふうに見てますかね。できたらツイッターとかでも応援していただけたらなと思います。今週はですね、いろいろ私の好きな曲を混ぜてきたので、1時間ですね、ぜひお付き合いいただけたらなと思います。最初のですね、1曲目はですね、ディスコソングで、ちょっと今このコーヒーをこぼしてですね、白い T シャツにちょっと落ち込んでいる気分を上げるために、ちょっとディスコソングをセレクトしてまいりました。それではですね、最初の1曲目いきたいと思います。それでは聴いてください。バン・マーコー&スタイリスティック・オーケストラで The Hustle。 なんかエコーがかかる感じするんですけど、これ大丈夫かな。エコーがかかる感じ大丈夫なのかな。多分私のいい感じ、すごいエコーな感じ響いてます、響いてます。そうなんですよ。だからちょっと隠してるちょっとしらけちゃったね。どうしよう、これどうやって落とせますかね。なんだ、塩とかなんかありますよ。重曹ですね。ちょっと今日重曹で洗ってみます。あ、そうなんだ。 Amazon プライムとかですよね。はい、 Apple TV 私やろうかなと思ってるんです。よく出てきますよね。もう iPhone でも見れるから。あ、そうなんだ。何で見ますよ、マナミンさんは。映画とか私、あ、でも最近借りるのが多いかもしれない。あ、そうだね、やっぱり借りて、DVD屋さんとかで伝えとかで。映画館も一体行かなくなるですよね。そうなんですよ、楽しいんですけど、ね、そうなんですよね、行きたいんですけど。そうか、 DVD 選ぶのも楽しいですよね。あ、はい、新作とか出てて、いろいろ変わってきてますね。昔はもう DVD、ツタヤとかに行って借りて映画を見るというのが当たり前だったんですけど、今はもう、フールとか行かずにも
できますからね。そうですね、何でもあるので、ちょディスコ聞いて気を上げたやってられない。あ、コルゲートでも落ちるんですか。お、いいじゃん。あの、あれですよね、歯磨き粉ですよね。あ、そうなんだ。ちょっと落ちみたい。意外にこういうのって残るんですよね、大きいの。T シャツ、しかも白い。そうなんですね、黒だったらよかったね。今日黒を着てくるわけ。落ちることを。そうですね、今って。実はこの T シャツお気に入りでもう1枚持ってるんですもんね。もうやっぱね、2枚置きます。そう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 、いいちゃんの意味です。あ、そうなんですか。いいちゃん、そう、安いんですけど。そうなんですか。お気に入りって、あと何分、結構これ長いですかね。あと1分半ですね。20秒ですね。はい。お聞きいただきましたのはバンマーコ&スタイリスティックオーケストラでディハーソーでした。今ですね、ツイッターでシュプリームさんがですね、いい情報をいただきまして、シミはコルゲートでも落ちますよといただいたんですよね。今このあの DJ のですね、マナミンさんにも教えていただいたんですが、重曹でも落ちるということなので、この2つの今手法を習いましたので、ちょっともう一度試してみたいなと思います。シュプリームさんが追加でですね、ツイッターで、映画館は寝てしまうので Amazon プライムビデオを iPhone や Apple TV で見ますねといただいたんですが、あ、そうなんで、 Apple TV は私もですね、ちょっと気になっていたので、ちょっと調べてみますね。いろいろな、ね、方法で今は映画が見れるので、すごくどれを選ん、一番何がいいのかなと悩んだりするので、皆さんのいろいろ意見聞いてですね、これが一番見やすいよとかですね、あったら、ツイッターで持っていただけたらなと思います。今ですね、お聞きしていただいた、この1975年のディハーソーという曲なんですが、この夏、この年のですね、この年の夏に発売されて、ビルボードチャート1位を記録して、日本のですね、オリコンチャートでも当時ですね、この1975年に1位を記録した一曲なので、すごい日本でもですね、おなじみの一曲じゃないかなと思います。この曲ですね、基本的に Do the Hustle のですね、フレーズしかないんですが、すごくそのフレーズをですね、繰り返すというで、ね、シンプルなメロディーが逆にですね、印象強いので、あまり歌詞がなくてもですね、人々にの記憶にですね、残る一曲じゃないかなと思います。バン・マッコイとですね、スタイリスティックのオーケストラのコーラスのコラボ曲なんですが、この Do the Hustle のですね、フレーズのハモリがですね、すごいハーモニーがすごく綺麗で気持ちがいいんですよね。ディスコ時代をですね、代表する一曲じゃないかなと思います。朝にもですね、ぴったりな爽やかなナンバーじゃないかなと思います。今週はですね、ディスコで始めさせていただいたんですが、次の曲はですね、ディスコの後はちょっとですね、落ち着いたスイートなバラードをお届けしたいなと思います。 Righteous Brothers っていうですね、2人組 のバンドの一曲をお届けしたいんですが、 Unchained Melody というですね、曲をピックアップさせていただきました。この曲はですね、1965年のナンバーで、この曲はですね、さまざまなバージョンがすごくあって、大体ですね、500バージョンがあるそうで、もともとですね、1955年に映画ですね、Unchained というですね、映画の主題歌として制作された一曲で、
その曲を1965年にライチャスブラザーズがですねカバーしたのが一番よく聞かれているバージョンなんですが、今週もですねこの曲をお届けしたいなと思います。この曲はですねイントロの最初の音からですねライチャスブラザーズの歌声で始まっていて、弟かお兄さんが歌ってる人私は聞き分けられないんですが、最初からこの最初の音からですね歌声が入っている一曲で、最初の一節だけで2人のですね音楽の世界にですね引き寄せてくれる一曲なんですよね。すごく優しいですね低音が一瞬でその場の空気を温かくしてくれる一曲じゃないかなと思います。それではですね聴いていただきたいと思います。それでは聴いてください。 The Lightest Brothers で Unchained Melody。そうなんですよね、続編がそういろいろあるみたいで、ね、サントラとかって結構前に出たりする、後に出るのかな、でもトップガンはもしかしたら前に事前に出るんじゃないかな、ちょっと楽しみです、すごく見たいですよね。これ何分ぐらいですかね、これがすっと3分、あ、全部で3分半くらい、いい感じですね。合います、この、うん、めっちゃ合うですね。合いますね。今日お天気がいいからすごく綺麗ですね。綺麗ですね。なんていうんですかね、あの色パステルっていうか、なんてあの色いいですね。あの空の色、皆さんに雲さえも綺麗ですね。そうですね、本当はここでも立地いいですよね、高台っていうかなってるから、この下のチャタンのところも見れるし、すごくいい位置にある。ちょうど目線にこの、そうそうそうですね、ちょっと眩しいから下げてもらったんですごく感じです。よくないでしょ、道巡礼はどこまでやるんですかね。道巡礼沖縄市を回るんですかね。あの小皿辺とか、あの大通りとかですよね。あ、じゃあ今日混みますね、はい、そこら辺。そっか、ね、交通規制とかもありますよね。あ、そうなんだ。毎年やってますよね、はい、でも全然去年も全然見てないですよね。私も前途行ったことなくて、私もないです。いや、これでうちのアンチと言っていいんでしょうか。本当にですが。人多いと思うとちょっとでもやっぱそうですよね、なんか絶対前途すごい人集まりますもんね。近くだったらいいですけど、わざわざ車で行ってっていうのがですね、駐車場がとか現実的な、ね、本当にもうそこしか買えない。確かに本当そうですよね、うん、そうなんですよ。レーサーはやっぱり気分が高まりますからね、うちに行ったら楽しいんでしょうけど、そうなんですよ、そうなんですよね、行くまでが、うん、ね、ぜひ皆さん沖縄に行く方はぜひ明日すごい大きいエーサーの大会、沖縄市のあの運動公園でしたっけ、うん、あそこでいいんですよね、で道順年は回ったりとかするみたいです。 ありがとうございます。この曲好きなんですよ、沖縄に合うと思います。なんか、あ、確かに、うん、沖縄はこの夕日とこの辺すごくジョギングしてる方多いですよね。でも2人目ですね。この16人の人たちに聞かせたいですね。ですね、走ってるとなんかビート、あの速いやつ聞いてるから、うん、あ、じゃあ20秒です、はい、あっという間に。お聞きいただきましたのは The Lightest Brothers で Unchained Melody でした。今ですね、ちょうどこの FM 議論のスタジオからこの夕日がいい感じに落ちていて、これ水平線、今日お天気がいいので水平線がすごくはっきりと見えるんですが、すごくこのですね、この景色とこのライチャスブラザーズのですね一曲がすごくぴったりなので、今いい感じで眠たくなってくる感じになっているんですが、すごくいい曲ですよね。この曲を聴くとすごく心が温まるんですよね。素晴らしいラブソングじゃないかなと思います。それではですね、CM を挟んでコーナーに参りたいと思います。Stay tuned!
姉ちゃんさんからメールが来てますね。で次がニューエムでお願いします、はい、すいません。ニューエムでこのコーナーではですね、私マコがピックアップした新曲、ニューアーティスト、また注目してほしい楽曲をご紹介するコーナーです。今週のですね、個人的にニューウェーブなアーティストがいまして、ダストライクというですねバンドをご紹介させていただきたいんですが、このバンドがですねアメリカのユタ州出身のバンドで、リードボーカルクリスを筆頭にですね6人組のバンドなんですが、まだですね日本では正式にはデビューはしていなくてですね、メジャーなレーベルにはまだ所属はしてないバンドなので、あまりですね詳しいプロフィールがないんですよね。彼らの Facebook とかオフィシャルサイトをですねチェックしていても、結構メンバーの名前と楽器の担当の楽器などは情報はあるんですが、その後の詳しい情報があまりないんですよ。またそこもまたちょっとすごくですね興味をそそるバンドの一つで、 The Strike というバンドです。ですね、すごく作る音楽がおしゃれなんですよね。彼らのアルバムもオンラインでしか聴けなくて、 EP バージョンとかしかないんですよ。 Apple Music にもですね全部今週ですね全部アルバム入れて、今週ずっと聴き込んでいたバンドなんですが、その中でも私の個人的なお気に入りの Human Rights というですね曲をお届けしたいなと思います。 Human Rights に人間の輝きというですね意味なんですが、この曲がですね最近この先ほどお伝えしたその Netflix で私個人的にハマっている映画のですね中でも使用されていて、この Netflix というのがオンラインでのストリーミングのサイトなんですね。いわゆるネットのテレビ番組ですよね。その Netflix の独自の映画とかテレビシリーズを制作していて、その中で今月配信された映画 To All the Boys I've Loved Before という映画で、日本名がですね多分今まで好きだった人のラブレターだったから、そんな感じのタイトル、日本語のタイトル忘れちゃったんですが、このですね映画のサウンドトラックがすごく良かったので、今週はその中からも数曲、あと2曲ぐらい選曲させていただきました。このですねストライクのヒューマンライトもすごく良くて、この映画の中でですね学校のダンスパーティーのシーンがあるんですが、その BGM として流れていて、すごくタイミングとですね、この音楽とこのシーンがすごくマッチしていて、すごく良かったんですよね。この Dancing is a human light というですね歌詞が繰り返しているんですが、踊ることは人間の輝きだという歌詞の意味なんですね。で、human light がライトに S がつくと、human は人で、lights はですね、権利という意味なので、人権という意味にも聞こえるんですよ。私の個人的な解釈なんですが、でも踊ること、すなわち楽しんで自分を表現することは人としての権利だよというですね意味もちょっと含まれ、ダブルミーニングがあるんじゃないかなと感じましたね。この曲のイントロがすごく低音のですねビートで入ってくるんですが、だんだんとサビに向けてそうスピードアップしていってっていう感じもすごく好きなんですよね。それですね、まずは聴いていただきたいなと思います。それでは聴いてください。 The Strike で Human Light。 これは3分ぐらいですよね。短かった。そうですね、3分ぐらい。
めちゃんさんからあめちゃんさん来てます、はい、ジェシー・ジェイの曲、はい、Laser Light っていうのがあるかなって BGM にしていただけたらと思います。そうなんですよ。あ、じゃあ行きますね。そうですよね。時間が余ったらどうしようかな。どれぐらい長いんですかね、このジェシー・ジェイ。あ、どうなんですか。 ありますね。あります。レーザーライト、レーザーライト、ジムリーフィゲット。何分ぐらいかな。余ったら全然いけないです。三分半。三分半です。OK です。はい、じゃあどうしようかな。あと終わりますよこれ。あ、まだあと一分半くらい。そっか、じゃあ来週フルで書けようかなと思います。はい、来週入れててもらったら。めいちゃん先生、来週フルで書きます。今日の時間差 BGM みたいになっちゃうから、ちゃんとフルで書きましょうね。20秒ですね。お聞きいただきましたのは The Strike で Human Light でした。この曲ですね、最初のイントロの雰囲気とサビの部分がですね、対照的ですごく面白い曲じゃないかなと思います。低いですね、ビートから始まるので最初はすごくダークなイメージ でもだんだんとサビに向かうにつれてですね、一気にトーンアップして思わずですね、サビの部分では踊りたくなってしまう一曲じゃないかなと思います。ニューウェーブのコーナーでした。今週はですね、どんどんいろいろおかけしていきたいなと思うんですが、私の個人的な8月のすごく嬉しい気持ちになったニュースがございまして、ちょっとですね、ショックでも同時にあったんですが、今月ですね、18日にアメリカ出身のですね、歌手のニック・ジョナスとですね、インド出身の女優プリヤンカ・チョープラーがですね、婚約した、エンゲージしたということでニュースになっていたんですが、私とですね、ニック同い年なので、すごく嬉しい、ずっと10代の頃からファンとして見ていたので、すごくすごく、ね、不思議な、なんていうんですかね、嬉しいんですけど、まあ、ちょっと悲しい分ちょっと複雑な気持ちになっているんですが、一度ですねこの番組でもニック・ジョナスの曲はですねリクエストのコーナーの時かなに Find You という曲をおかけした記憶があるんですが、ニック・ジョナスはですねジョナス・ブラザーズという兄弟の3人組のですねボーイズグループとして最初2007年ぐらいでしたからね、デビューしてティーンからすごくアメリカのティーンからもヨーロッパのティーンもですねすごく人気あったあのボーイズバンドなんですが、私この番組でです結構このジョナスブラザーズをご紹介していると思うんですよね。現在は兄弟それぞれで活動していて、ニックのお兄さんですね、ジョー・ジョナスは DNCE というですねバンドを組んでいて、私もこのバンドも大好きで結構この番組でも特集組んだ、去年ぐらいに特集組んだ覚えがあるんですが、ヒット曲もですねこのバンドとしても出していて、2018年もですね現在も兄弟ともども活躍中というあのジョナス・ブラザーズなんですが、ファンとしてもですねニックの婚約はすごく嬉しいんですが、もちろん多くのですねニックファンが寂しい気持ちにもなっているんじゃないかなと思います。そのですねファンの心境にもすごくぴったりな曲をですねセレクトしてきましたので、それでは聴いていただきたいと思います。それでは聴いていただきましょう。ニック・ジョナスで Jealous。
ました。早かったです。すいません。最後の締めの時の BGM をさっき流してもらったヒューマンライトでお願いして、あの、はい、ディスガードでお願いしたいです。了解です。これちょっと説明して、もう次の曲行って、その後 CM で出てコーナーでお願いします。夏休みとか長い休み取れないですよね、あんまり。長いのはそうですよね。旅行とか最長何日行って、土日かぶせて、あ、はいはいはい、そっかそっか、3日とか、そっかそっか、土日は基本できるお休みなんですよ。土日は基本休みなんですよ。そっか。今どこ行きたいです？どっか行けるとしたら、どこがいいですかね。どこ、あ、でも一回北海道行きたいんですよ。まだ行ったことない。私もないです。私もない。私もないと思います。行きたいですよね。そうなんですよ。休み取ってね、ちょっとたまには。長期で取れるんですか？取れない。あんまりたまに取れるじゃ取れるんですけど、忙しい先取れないんですよ ね、 ね、旅行行きたいですね、皆さんね。皆さんねとか言って。20代ですよね、今結婚してない時がいろいろ旅行とか行けるから、今行かないといけないんですけど、今なんですよね、私今なんですよ、行かないといけないんですけど、あと40秒くらい、はい、お聞きいただきましたのは、ニック・ジョナスで Jealous でした。ジェラスという意味がですね、嫉妬、羨ましいという意味で、まさにですね、ファンの方は今ジェラスしているんじゃないかなと思うんですが、このですね、ジェラスという曲が2014年の曲で、ソロになってからのですね、セカンドアルバムの一曲で、ニックの声はですね、アイドル時代からすごくちょっとハスキーで、でもちょっと高音のファルセットでもすごくブレない歌声を持っているアーティストで、20代になってからはですね、ソロになった後もの楽曲を聴いてもですね、この歌声にですね、すごく磨きがかかって、スローなですね、 R&B サウンドとかの楽曲にすごく合う声質なんですよね。今年もですね、ロビン・チャンチェスのですね、共作 Right Now をリリースして、歌手活動もですね、すごく精力的に、もう公私ともにですね、順調なニック・ジョナスなので、もう今年もですね、彼にですね、期待したいなと思います。ニック・ジョナスの一曲でした。次の曲に参りたいんですが、次の曲はですね、 Tears for Fears というですね、イギリスの2人組の曲をお届けしたいなと思います。彼らはですね、1981年頃からですね、活動をしていて、ローランドとカートの2人の
デュオなんですが、1983年に発売した初めてのアルバム The Hurting がですね、前衛ナンバーワンを記録して、今回ですねおかけするのが1985年のセカンドアルバム Shout に収録されています Everybody Wants to Rule the World というですね曲をお届けしたいなと思います。日本ではですねルールザワールドとしてですね知られている一曲みたいで、なんでエビバリウォンツーを抜けたのかちょっと私もよくわからないですが、ルールザワールドで知られているそうです。このですね Tears for Fears というバンドが80年代当時すごく人気があったシンセサイザーっていう当時出たばっかりのですね音楽の機械を取り入れた音楽を作成していて、 Everybody Wants to Rule the World もですねイントロからシンセサイザーのですねサウンドが駆使されていて、今ですね EDM が2018年流行っていると思うんですが、時代時代でのやはりサウンドがありますよね。その当時のポップ界をやはりこの流行りとかをですね垣間見れるアーティストじゃないかなと思います。この曲もですねすごくもうザ80年代のこのシンセサイザーを使った代表的な一曲なので、当時青春を送った方は懐かしいなと思う一曲じゃないかなと思います。この曲もですね先ほどご紹介した To the Boys Who I Loved Before というですね映画の中で使用されていて、この映画がアメリカの郊外のですね住む16歳のローラ・ジーンという女の子が今までに片思いしていた男の子たちに書き留めていた手紙をですね5つ書いていたんですが、ラブレターをですね、で妹が勝手にそれをその男の子たちに送ってしまうというストーリーで、その後に起こってしまうハプニングのことをですねストーリーになった映画で、すごくザ・も青春映画なんですが、すごくですね家族とか姉妹の絆も描かれていて、見ているとすごくほっこりする映画なんですよね。その映画の中で主人公ローラ・ジーンがですねちょっと落ち込んでいる時に、ローラ・ジーンのですねお父さんがいつも一緒に行く夜遅くまで空いているよくあるですねアメリカの郊外にありそうなレストランに連れて行って、そこに小さなジュークボックスがあるんですが、そこに25セントを入れてこの Tears for Fears の曲が流れてくるんですよね。この曲がこのローラ・ジーンがですね幼い頃に亡くしたお母様がよくこのレストランで聴いていた曲ということで、ローラ・ジーンとですねこの主人公の女の子とお父さんがこの曲を聴きながら会話をするシーンがあるんですが、すごくこの楽曲とこの2人のシーンがすごく合っていて、この映画もですね今年の8月にリリースされたばっかりの映画なので、80年代のでもこの音楽がですね意外に合うんですよ。でもやっぱりこの映画を見た時にやっぱ音楽って映画には大事だなと改めて感じさせていただきました。そしてですねこの曲この夕方とかその夜の感じに合うんですよね。なので今の時間帯にもすごくぴったりじゃないかなと思います。それではですね聞いていただきたいと思います。それでは聞いてください。 Tears for Fears で Everybody Wants to Rule the Worldですね、あ最高ですね、これシュプリームさん。ヒューズ・フィールズ、いいですよね。私は大好きなんです。待っています。泣いちゃいそう、はい。いいんですよ、これ。マナミさんにも見てほしいですか？ネットフリックス入ってます？ネットフリックス入ってください。入ってもいいですか？月額安いので。最近よく聞きますよね。そうですね。いろいろ日本のだとテラスハウスとかも、私見てないんですけど、やってたりとか、いろいろ日本のアニメとかも、アニメ、ドラマ、韓国のドラマとかも、いろんなのがあるので、ぜひおすすめです。話聞いてたらなんか面白そうだな。ぜひ見てほしいんですよ。もうなんかすごい人気みたいです。アメリカとかで話題になってる。あ、いいですね。すごく合いますね。この時間のところ。あ、すごいね。今まさに。Tears for Fears が合います。タイトル何でしたっけ？日本語のタイトルが、英語しかない、多分好きだった人へのラブレターです。好きだった人へのラブレター、日本語のタイトル。そうそうそう
英語を直訳すると私が今まで好きだった人たちへっていう意味なんですけど、あ、まあ、多分日本語の和訳して、好きだった人へのラブレターという映画です、ぜひ。ああ、そうなんですね、シュプリームさん。私は泣きそうですね。もらい泣きで頼むときすごくいいですよ。なんだろう、この私この曲をなんだろう、リアルタイムで聴いてないんですよ。すごく懐かしいんですよね。懐かしい感じじゃん、泣きそう。そうですね、これは一人で聴いた方がいいですよね、この曲って。まあ、一応もちろ ん, なんか家族とか恋人とかとかでもいいと思うんですけど、なんか誘われたい時にすごく聴きたいですよね、この曲ね。すごくわかります。20秒です。お聞きいただきましたのは Tears for Fears で Everybody Want to Rule the World でした。はあ、もうすごくですね、今本当に今ちょうど夕日が下がってきている、ここ FM イノアのスタジオなんですが、すごくいいですね、この時間帯にすごくぴったりな一曲じゃないかなと思います。今シュプリームさんがですね、懐かしすぎて涙が出そうです、神選曲ありがとうございますといただいたんですが、本当ですよね、この曲、私この曲をリアルタイムでは聴いてないんですが、92年生まれなので、でもですね、どこか懐かしい感じがするんですよね。すごいですよね、やっぱこういう音楽の力っていうのは改めてすごいなと感じます。なんでこの懐かしいと思わせてくれる、素晴らしいですね。こう Tears for Fears は今でもですね、すごく活動していて、去年もですね、あの楽曲をリリースしたりと、今でも精力的に活動しているので、ぜひ、ね、新曲とか もう最近の音楽とかも入れているので、ぜひ、ね、チェックしていただけたらなと思います。それではですね、お知らせを挟んでコーナーに参りたいと思います。 Stay tuned。このコーナーではですね、洋楽を楽しみながらその歌詞に注目してみて、ついでにですね、英語も学んでしまおうというコーナーです。
今回はですね、全世界で5億回ですね再生されたという楽曲の Love のですね I Like Me Better というですね曲をのですね歌詞を見ていこうかなと思います。この曲のですね歌詞はすごくシンプルで、でも普通の会話でも使えるフレーズが入っているので、英語の勉強にもいいんじゃないかなと思ってピックアップさせていただきました。この番組でですね、この Learning English from Lyrics のコーナーを設けた理由がですね、やっぱ英語の曲の歌詞を見てフレーズとか単語をですね覚えるとやっぱ楽しく英語に触れられるんじゃないかなと思って、すごくですね音楽を通じて英語を学ぶっていうのもすごく楽しいんじゃないかなと思ってこのコーナーを設けているんですが、最近のですねやっぱり流行りの曲とかでもすごく表現がですねアーティスティックすぎて、あまりフレーズが直接日常のですね普通の会話に取り入れられない曲の歌詞とかもあったりするので、例えばの日本の短歌とかでも限られた文字数の中で表現するので、もともとの日本の情景とかですね文化とか共通認識がないと伝わらないというですね作品もあると思うんですよね。やっぱりそういうのも洋楽にもあるので、曲はすごくシンプルなので、この曲がですね I Like Me Better がすごくシンプルなのですごくおすすめなんですが、例えば他にいるとしたらビートルズとかクイーンとかもですね歌詞が結構シンプルな楽曲が多いので、英語のですね勉強を始めたばかりの方にはこの2つのバンドおすすめなんですよね。やっぱりラップとかちょっとヒップホップとかはですね結構単語とかがグラマーがちゃんとしてなかったり文法がちゃんとしてなかったりするので、そういう曲よりは英語を学ぶという点ではこのビートルズとかがクイーンとかがですねすごくおすすめです。それではですね、この I Like Me Better のですね歌詞を見ていこうかなと思うんですが、歌詞の最初でですね始まるんですが、 To be young and in love in New York City, To not know who I am, but I'm still know that I'm good as long as you're here with me とあるんですが、若くしてこの恋に落ちるのさ、ニューヨークの街の中でと、自分が何者なのかよくわかんないけど君と一緒にいれば僕は大丈夫だってことはわかるんだというですね歌詞から始まるんですが、続いてですね To be drunk and in love in New York City, 酔いつぶれて恋に落ちニューヨークの街で恋に落ちちゃうんだよという歌詞があるんですが、ここでですね In love とあるんですが、I'm in love 何々だと、何々に夢中で恋しちゃっていると、I'm in love with you だと、あなたに恋しちゃっている、I'm in love with コーヒーだったらコーヒーに恋しちゃっているとか夢中になっているというので、結構 in love というのはですね、使えるんじゃないかなと思います。よくですね、マクドナルドのキャッチコピーで I'm loving it あると思うんですけど、言っちゃっていいのかな、いいのかな。で、この I'm loving it というキャッチフレーズというコピーがあると思うんですが、これもこのマックにすごく夢中だよっていうのをキャッチコピーにしているので、結構ですね、会話の中でも in love は耳にするので、最近ボーイフレンドができた女の子 I'm in love with him とか聞けると思うので、ぜひですね日常会話にも使えるんじゃないかなと思います。続いてですね Midnight into morning coffee burning through the hours talking と続くんですが、そしてこの意味がですね、そして夜明けのコーヒーを片手に絶え間なくおしゃべりが続いていくよねという歌詞がですね入っているんですが、この中で burning through と出てくるんですが、 burn というのはですね燃えるという意味で、 through はドライブスルーとかの通るとかですね流れるという意味で、2つが合わさると burning through でですねあっという間にもう過ぎ去ってしまうというですね意味になるんですよ。ですね、すごくこの歌詞ちょっとだけ最初のイントロの歌詞なんですが、すごくいろいろ使える歌詞が入っているので、この曲すごくおすすめなんですよね。でサビにですね I like me better when I'm with you とあるんですね。この意味が君と一緒にいる時の自分が好きと繰り返している曲なんですね。 I like me だけだと自分のことが好きという意味なんですが、 I like me better になると When I'm with you になると、あなたといる時の私が好きと、一人でいる時よりもあなたといる時の私の方が好きというですね意味になるので、 better が入っているのはすごくですね勉強にもなるんじゃないか、グラマーのですね勉強にもなるんじゃないかなと思います。すごくですねおしゃれなラブソングですよね。もう本当にニューヨークの中で恋に落ちている2人の一曲なので、すごくおしゃれな一曲に仕上がっているんじゃないかなと思います。それではですね聞いていただきたいと思います。それでは聞いてください。 Love で I Like Me Better。これ何分ありますかね。これが3分17秒。3分17秒。
オッケーです。多分じゃあ入らないので、はい、最後の曲が そ, う、ね、そ, うなんそれを BGM にする感じでお願いします。はい、最後の曲をお願いします。ちょっと喋っちゃう、うん。さっているのでぜひチェックしてください。ヒューマンライトのダストライクも皆さん聞いて、このアルバムめっちゃいいですよ、聞いてください。まあ、まなみさん、はい、Spotify にしたんですよね。Spotify の方が結構曲あるんですよ、すリミックスとかだと。なので私も Spotify ももうやろうかなと思っているんですけど、そんな変わるもんなんですね。結構あるんです。そう、やっぱ邦楽は絶対 Spotify がいいと思います。あんまりないので。でも FM コザも Apple Music です。Apple Music ですね。そうなんです。そう、大きいのはそれくらいですよね。そうですね。Spotify が。そう、他に Amazon Music もあります。Amazon Music も聴いてる方もいるでしょう。あと何だろう。やっぱりグッドライフはフルでかけたいので、ちょっともうちょっとやって、もう BGM に流す感じでしましょうね。紹介をして流して。お聴きいただきましたの Love That I Like Me Better でした。もうすごくですね、おしゃれな2017年の一曲です。この曲の中でですね、 I Like Me Better を繰り返しているので、何度か聴いているとですね、すぐキャッチできるようになるんじゃないかなと思います。あまりですね、英語に慣れていない友人がですね、英語の曲を聴いてもメロディーに沿っていると歌詞が全然入ってこないんだよねと言われてですね、私個人的に思いついたのが、やっぱ一つのフレーズとか単語でもいいんですが、それを歌詞カードとかで確認して、タイトルになっているのがよく繰り返したり、この曲も I Like Me Better もですね、このサビの中で何回かこのフレーズを繰り返したりするので、このフレーズを、一つのフレーズを見つけて、このフレーズをキャッチすることに集中したりするのも、ちょっとですね、耳を鳴らしていくにはおすすめの方法じゃないかなと思います。Learning English from Lyrics のコーナーでした。今週ですね、最後の曲に参りたいんですが、今週最後の曲はですね、One Republic のですね、Good Life をお届けしたいなと思っております。この曲はですね、朝やですね、何かを始めたり自分の気分をですね、リセットするときに個人的に私よく聞くんですが、ワンリパブリックはですね、2002年にコロラド州出身のです、ね、5人組のロックバンドで、2002年に結成されたんですが、2009年にですね、アポロジャイズというですね、曲が大ヒットして一気にですね、人気が出たバンドなんですね。今年もですね、スタートアゲインというですね、曲をロジックというアーティストとコラボしてリリースしていて、今年もですね、ワンリパブリック頑張っているので、ぜひチェックしていただけたらなと思います。それではですね、聞いていただきたいと思います。それでは聞いてください、ワンリパブリックで Good Life。2分になったら上げてもらっていいです。わかりました。
2分しか残ってないんですけど、ちょっと今日はちょっと読みを間違えました。メイちゃんさんの読みです。あ、そっか。そろそろ食べます。お聴きいただいておりますのは Mama Republic The Good Life という曲なんですが、今日ですね、本日あと2分しか残ってないので、本日でみえちゃんさんからメッセージがあるので読ませていただきたいと思います。まこさん、スタッフさん、こんばんは。今日の優雅本はハンバーグみえちゃんでございます。今日の選曲も素晴らしくて最高です。先週は生放送の番組はお休みだったんですね。今日の夕ご飯を作りながら楽しく聞かせていただきますね。生放送も頑張ってくださいね。できたらリクエスト曲はかけられたら番組でフルでかけていただけないでしょうか。よろしくお願いいたしますといただいたので、今週ですね5つリクエストいただいたので、来週ですねこのオープニングでみーちゃんさん あのリクエスト曲フルで流していこうかなと思います。このですね、今 BGM で流れているこのワンリパブリックのグッドライフという曲なんですが、こう人生は良くなっていくよという歌詞が入っていて、な気分が落ち込んだ時によく聞くんですが、すごくこれ朝とかになんかあの朝ごはんを作ったりする時とかも BGM にすごくぴったりの曲じゃないかなと思います。すごくですね、なんか締めとかエンディングとかでもいい曲じゃないかなと思います。すごく私もお気に入りでよく聞いております。今週もですね、久しぶりに2週間ぶりの生放送でちょっとですね、今日ちょっとてんてこまいだったんですが、来週もリクエストメッセージお待ちしております。 797@fmgino1.com までぜひよろしくお願いいたします。今週もですね、あの FM ギノのツイッターのアカウントの方で今日流したムービングウェーブでおかけしたですねアーティスト名とですね、あの曲名を今日キャンさんがですねタイプしてもらったので、ぜひですねあの曲何だったんだろうと思ってぜひチェックして、あの FM ギノのですねツイッターアカウントもチェックしていただけたらなと思います。それでは皆さん、今週も1時間ありがとうございました。それでは皆さん、 Hope you have a good weekend. See you next week. マコでした。 Thank you so much. Bye. お疲れ様です。今日もありがとうございます。そうなんですか。